スタンデーの、スタンデー社の。これすごいですね、うん。4日前の氷がまだ残ってる。旅で知り合った友人の一人、ヘクさん。そのヘクさんからスタンレーというメーカーの保冷缶を見せていただくことがありました。4日前の氷が普通に使える缶。素晴らしい。その感動を1ヶ月経ち購入しちゃいました。安い方をね。はい、氷買ってきました。あまり良くないんですよ。こんな感じでね。で、果たしてこれがどんだけ氷が持つのかっていう実験をしたいと思います。 1.1 キロの氷、スタンレーには多分ね入るのが1キロかな。あと 100g は入りきんないかも。一応 1.89 リッターって書いてあります。2日目の氷ですが、氷は全然元気です。もうね、使っちゃってる分は少なくなってるけど。はい、我が家のですね、冷蔵庫は冷蔵庫じゃないんですよ。扉が壊れててね、アイスとか氷が全然冷えなくて、そこで今スタンレー、今これ氷入ってるんですけど、スタンレーの中にアイスを入れて、ちなみにこのアイス、わかるかな？もうブニョブニョ溶けちゃってて、ブニョブニョなんですよ。氷の冷えた中に入れたら、凍って食べれるんじゃないかなと思って、淡い期待を込めて。じゃあ様子見ます。はい、スタンレーの中に、アイス入れてました。どうかな。今入れてから3時間ぐらい経ってます。まだダメですね。まだ凍ってないです。入れ直します。はい、このスタンレーの中にアイスを入れて24時間経ちました。さあどうでしょうか。ふにゃふにゃふにゃだね。でももう食べたいので食べちゃいます。さあいよいよスタンレー氷を入れて4日目です。これね、氷は4日持つってありますからね。どうなってるんでしょう。氷あるある。ちょっと溶けて水にはなっちゃってる分もあるけども、音でわかるかな。ちょっと中見えるかな。こんな感じで。あ、ちなみにこの氷が減っちゃってるのは毎日使って飲んでるので減ってますけど、氷ね、ちゃんと生き残ってますっていう感じで、スタンレーの氷4日持つかの実験成功です。さあ、普通の一般車両と同じ環境にある運転席側で、このスタンレーの効果を見ようと思います。ただいまですね、中が49度ですね。マジで？はい、スタンレーに氷を入れて、運転席側3日目です。普通に
氷です。はい、氷4日目です。ちょうど今アイスコーヒーを作るのに氷これだけ使って、でもね全然残ってるっていう。ただ明日レビューするにはもう氷が残ってないですね。スタンレーの性能すごかったですね。氷がないと不便ですが、あるととても豊かになります。夏を上手に乗り切る良いアイテムの一つだと思いました。